宇田アニマルパークでは子どもたた。ちが木工でで貯金箱作りに挑戦しましま宇田アニマルパークでは、新型コロナウイルスの影響で今年度中止されてきた体験イベントが7月19日から再開されましたこの日は吉野産の杉やヒノキの端材などを使った貯金箱作りの体験が行われ 午前と午後、合わせて親子連れなどおよそ50人が参加しました。子どもたちは保護者に手伝ってもらいながら、屋根や壁となる部品を組み合わせて、家の形をした貯金箱を組み立てていきました。そして、動物などが書かれたお気に入りの飾りをつけて、オリジナルの貯金箱を完成させました。 宇田アニマルパークでは今後も自然や動物に親しむさまざまな催しを開いていきたいとしています。